吉さんあの雇うっていう概念と養うっていう概念これがねなんかこう融合したり離れたりちょっと考え直さないといけないなと思ってるんですよ。っていうのが人を雇うっていうのはねその雇うことによって経営者にもメリットがあり雇われた方にもメリットがあり共存共栄できている状態が釣り合った状態要するに雇った人に辞められても困る。 来てもらわないと困るっていう状態じゃないと、これ単なる養う状態になっちゃうんですよ。ガナリさんが言われたことってのは、確かにものすごくね、いいことだと思うんですよ。私も基本的にそういう風な包容力があった方がいいなと思いますし、あの、会社にメリットはないけども、その面倒を見てあげるっていう意味かな。うん。その、雇ってあげる。つまり、養ってあげるっていうことができればいいなと思うんですよ。 でも、吉谷さんも私も、そういう意味で言うと、人を雇っているようなことをもうすでにしているんですよ。養っているような雇っていることをしている。これどういうことかっていうと、私ね、今年ね、あの、車検出したじゃないですか、ナイト2000。ナイト2000に車検出して、まあ、100万ぐらい払ってますし、その他にも細々としたお金結構払ってるんですよね。まあ、そうなると単純にね、その、ナイト2000、 をメンンテナンスする社員を1人年間実でそしてナイト2 0 0 0のメンテナンスをするという業務を任されたその業者の方が200万円であれこれと1年間働いてくれましたっていうことでこれ養ってる雇ってるっていうのとなんかイコールになってるんじゃないかなと思いますしで私もその、ね、ナイト e 2 0 0 0を面倒見てもらう担当の会社がなくなると困るんでやめてほしくないしいてほしいんですよ。 そういううと,と思うんですよねその他にも例えば自動車保険にしても何にしてもね私たちは雇っているし養っているし社員に給料を払うかのように例えば吉谷さんはお部屋借りてるから家賃払ってるでしょつまり大家さんを養っている大家さんを雇っているっていう状態だと思うんですよそうなるとねがなりさんが言われたことはすでにちょっとがなりさんの発想とは違うけどやってるってことになると思いますし 吉田さんは一生人を雇う予定はないって言ってますけども、私から見ると雇ってる側面もあるなというふうに思うのはちょっとご理解いただけるんじゃないかなと思うんですよ。だから今までのような会社の社員として契約をして自動的に給料を払ってね、成果が出ようが出まいがその人にお金をあげて出勤してもらうって形じゃないけども、今の雇うって形は取引先を雇うとかね、取引先を養うとか、 うん、要すするるに社員を外注してるっていっう感じですかね自分の会社に入社してもらってるんではないんだけどもその人をもうその人の事業体としてそこにね取引を持ちかけるかどうかってことになってくるのかなと思うんですよ。でそうなるとあのガナリさんの言うことにちょっと釘を刺すっていうかね、うん、ちょっとこう半目に回るわけではないんですけども、うん、その雇う養うことによって こっちの方に負担がかかってきて抑えきれなくなっちゃうわけですよねまあひどい言い方になるかもしれませんけども家族ってものがあったら家族からはまああの精神的な恩恵はあるかもしれませんけども特に何かね家族に仕事を手伝ってもらったり支えてもらってるわけじゃないのに家族にはお金かかるじゃないですかこれ養ってる状態ですよねでもなんでその家族を養うっていうことが前提なのにまあ、一緒に暮らすことをね決めるのかっていうとその。 まあ、社員を雇うようよよななもんなんですよね言葉っていうのがもう昔の「雇う」「養う」って言葉のまんま私の言葉を聞くとねなんかちょっとムカムカするものがあるかもしれませんけどももうこの言葉の概念すら変わってきてるわけですよ。だから家族を雇う「養っていて」で家族から何か自分の事業とかにプラスは別にないけどもだけども例えば癒しの空間があったりねなんかこうこの家族のために俺は生きてるぞみたいな。 自己肯定感があったりとか昔とは考えられないようなあ自己満足っていうのがあってですねそれでまあ成り立っているところがあるのかなそういうことを考えるとじゃあね一人もんでいるってことは家族を養っていない雇っていないってことなんでガナリさんの論法をちょっとこじつけるとしたらね独身のやつはさちょっとダメだよねってお前何女の子一人ぐらい一緒に食わしてやれよみたいなね 女の子どうすんだよみたいなのに聞こえるわけですよその逆もそうなんですけどねだからあの雇うって概念、ね、養うって概念、ね、なんかその複雑に絡み合って雇うような養うようなみたいな感じになってるのかなと思うんですよ。はっきりと雇うと養うを分けてねこっちの人は雇ってますこっちは養ってますってじゃなくてもうなんかこうなんていうんですかねまぜこぜになっちゃってるんじゃないかなと思うんですけどね。 表現難しいんですけども私は今そんな感じがしてますよね、まあ、少なくとも私の会社の仕事とか吉谷さんの会社の仕事っていうのはテクノロジーを雇ってるんですよねタダで最初にパソコンとかソフトウェアとか買うかもしれませんけどもでもね最初に購入して購入したものからものすごく恩恵を受けてるわけですよねでも人っていうのは購入することができないんですよね それこそ購入しようと思ったら毎月20万30万っていうサブスクリプションになっちゃうわけですよしかもパフォーマンスは約束されてないわけですよどっちかっていうとなるべく自分のパフォーマンスを出さないでおこうっていう風なね休みをたくさん取ろうっていう考えの人が入社してきてしまうんですよそれこそね自分の命捧げでどこまでもやるぜみたいな人は人の会社に入ろうなんて思いませんからね自分の身分保証してほしいから入社してさせてくださいってなるわけですから だからそういうのを腹に抱えるのはもう今の時代には向かないでしょうねきっとねだから申し訳ないけどもあの仕事がないやつどうやって誰が面倒見てやるんだっ,て言ったらそれガラにさんがやってあげてくださいよっていうことになっちゃいますねうんあの事前事業をするために人生があるわけじゃないんでそれこそ事前事業をするとしたら自分の奥さんや子供でもうこれ精一杯手一杯ですよ、うん、でそれで十分かと思いますんでね自分の 親戚縁者身内お父さんお母さんに十分尽くせばもうそれでいいんじゃないですかね。うんなんかその老後の問題とかありますけどもそもそも子供があの自分のお父さんお母さんにちゃんと尽くしてあげればあのそんなにねたくさん他者の手を煩わせることもないとも言えるんですよ。まあこれね私がねそう思ってるわけじゃないんですけどもそういう風な角度で世の中を見ることもできるなとがなりさんの話を聞いてね。 思っったよよてことなんですよ私はそういういいに思ってるわけじゃないんですよ私も迷ってますからねどうするべきか何をするべきかってこと、うん、でも吉田さんの姿を見た時に吉田さんは BMW もそういう意味で言うと雇ってるしお父さんにもちゃんと報いてるし十分社会的な責任は誰よよりも尽くしてると思うんですよ、うん、まあ単純にね誰かと比較するとか社会と比較することはできませんけども、うん、稼いで使うってことじゃないですか結局は。 私たちはビジネスをやってるんで稼ぐことにも責任を持つし使うことにも義務を持っていかないといけない要するに稼いで稼いで貯め込んじゃうと経済動かないわけですからしっかり使うことですよねもうねあのよく社会的貢献って言いますよね私ね社会に貢献することの一番は使うことだと思うんですよ消費すること特にこの日本では消費する人が少ないからデフレで困ってるわけですからみんなお金使わないみんな安上がりなものにしようと思う 無料を喜ぶとかね無料の流通がいくら起きたところで GDP 大きくならないわけですよつまりみんなで貧しくなってるんですよねそれこそ全員で物々交換するんだったらいいんですよでもどちらかというと物々交換例えばスキルの交換の時に提供するスキルがない人ばかりになっちゃってるわけですね今ね「くださいちょうだい」でも自分からあげるものは特にありませんみたいなね消費してくれないんですよねどっちかっていうとうん まあそんなことを思いながらの今日の一日のスタートでございます。いっってらっしゃい